結構その雨で曲にしやすいっていうか曲に落とすとめっちゃいい曲できてるイメージあるねうん僕ももっと雨の曲作りたいだから雨大好きだからさちょっとそれをねできたらここで弾き語りをします <laughs> 雨そしてアメリカミシガン州の高速道路に 牛が乱入カウボーイが投げ縄で捕まえたらしい <laughs> 捕らえたらしいですよはいい <laughs> ないね違うニュースいきますよこの番組は、はい、この番組何なのそのたまに後ろにするニュース届ける感じ <laughs> なんか前回さなんか後ろにしましたみたいな言いかけてなんか違うさ ラグビーかラグビーの試合に牛が乱入したみたいなの言いかけて行って言ったらその後すぐ「ミそキンの話したよね <laughs>」何だったんだろうあれ <laughs> その後はねもう全然なんか消えてたしいやもうニュース集めてる人なんでどうやってこれピックアップするの僕見ないよ LINE ニュースとか一切流れてこない牛のニュースなんて <laughs>。 どうやって検索したって言ってくるのウシスペース乱入とかでやってんのいやほんとにこれほんとに本物のニュースなの毎回歌が架空のニュースじゃないのいやマジでい書い僕がバカだと思ってさ書いたらこいつはさすぐ読むからとか思って書いてないいやこれちょっと、まあ、今回はねいいですかその もうの見出していいか,、うん、だかそういえばそのソキ菌もその <laughs> 8月にこう出るらしいまた再販再販するらしいよすごいよねみそ菌ほんと勢いが最高じゃんだから今日もソキ菌のぬいぐるみ置いてるからこのブースにまだなんか僕のレコード全部隠されてるけど台にされてる <laughs> いや、だから、ちょっと、ミソキンさんも、ほんと、ミソキンさんじゃない誰だっけヒソキンヒソキンじゃない誰ヒソキンじゃない誰え、ヒソキンっているめこめんいないわ。ミコはびっくりした。誰だっけハハハハ、すごい。あ、ヒカキンだ。ちょ、頭。頭が、ヒカキンが、その、ヒカキンさんすごいよ。やっぱ、ラーメン出してるだけあんな話題なんだもん。だからもう、牛のニュースはいっかん。 今話していきますけども石会社の高速道路上で、うん、放,牧放牧地から逃げ出した牛の放牧地放牧地から逃げ出した牛の1頭が馬に乗り,投げを乗り投げ輪を構えて追いかけるカウボーイが逃げまくらったらしいやばい今日下またちょっとむずい <laughs> えっと馬に乗って投げ輪を 構えて追いかけるカウボーイから逃げまくったんだって牛が牛, <laughs> 牛が逃げたの <laughs> 牛が牛の馬が追いかけたはい、馬に乗ったカウボーイがカウボーイってカウボーイっているのその現実に <laughs> 架空のじゃないのも架空でしか知らんよカウボーイは <laughs> でもこれネットでも動画も回ってるんだけど本当に僕たちが想像するままのカウボーイがね、追いかけてんのなんかさっき一応ね、本当過去のニュースっていうことでね、動画を見せてもらったんだけどいや、めっちゃもうザ・カウボーイもう初めて見たなんか作品かと思ったなんか映画とかめっちゃ綺麗で本当にロープ投げは投げ、回して投げてて本当にもう映画みたい。 で投げを直してピューって投げてる牛をそれで捕えていやもっといい方法ありそうだけどね <laughs> 結構なんかなんか不思議うれしいなんか今もうこんな手法でやってるんだなっていうのがカウボーイがね現役で稼働してるとこも初めて見たから現役だよ昔話の話だと思ってたからさ僕は。 なんか現役でやっぱなんか自分のことカウボーイって言ってんのもウッディだけだって思ってるわけこっちはもうこんな現実問題にいるんだっていうすごいよねなんかちょっと感動するもんね職業カウボーイってことえ普段何してんだろうねカウボーイカウボーイってやること少なくない牛そんな逃げないでしょえやばい カウボーイって言っただけでめっちゃただのニートなんじゃないでだから牛育ててんのかな牛を育てて自分で逃がして追いかけてんじゃない <laughs> <laughs> そう。で子供になんかお父さん何やってるの職業」って言われたら「カウボーイだよ」って言ってんだよそれでもうカッコつかないからニートじゃ。そういうことだなカウボーイって。 でもその猛スピードで走る牛を縄でね捕まえられて牛はね観念して牧場に逃げたって戻ったってよかったよ <coughs> よかったえこれってミシガン州いや日本の話じゃないからねまあ本当にあったんだろうね日本にカウボーイっているのかないるか <laughs> マジでいない僕の周りには俺カウボーイやってるよみたいなのやつもう頭おかしいもんない,いないねだから昔太っちょカウボーイとかいなかった何 <laughs> だ太っちょだっけなんとかカウボーイみたい太っちょカウボーイって言ったよね荒引き団荒引き団に出てたんピーンってやついたよねあれ僕超苦手だったわマジで全然好きじゃなかったけどいたよね あれカウボーイじゃないカウボーイの帽子、帽子と服で芸をするっていう。それが、なんか日本の最後のカウボーイってこと。<laughs> 最悪じゃん。<laughs> <laughs> いや、だからもう、ね、カウボーイは他にいないからさ、でも、あの人ってもうカウボーイ、まだやってんの人っちょカウボーイで。やってない。リスナー 教えて、太っちゃカウボーイが、今もカウボーイをやってんのか、カウボーイやってないのか。<laughs> ちょっと気になるね。死んでないというの、は普通に生きてるよね。いや、だからもうカ、カウボーイはね、希少価値。かなりレア種だから、もしカウボーイまだやってたら、ちょっとね、すごいと思う。かなりのレア。もう絶滅危惧種なわけだから、急に価値上がるよ、太っちゃカウボーイの。 ねえだからもう、まあ、僕がカウボーイになるって手もあるね今からあのちゃんのカウボーイ体験はちょっとバズりそうじゃない <laughs> バズるか分からんけどあの,あのチャンネルとかさ結構そういう体験系やってるからあのチャンネルでぜひね馬はねなんか今日もあの公開したんですけどあのチャンネルで粗品とやってるので競馬をカウボーイカウボーイはやろう 太っちょカカカウウウボボボーイ太太っちょカーボーイーーイイともう今カウボーイじゃなくてただの太ってる知らんやつとやるみたいになってもうとさもっと太っちょカウボーイってねカウボーイ体験やるかもしれませんはい僕はね運動神経はあんまあそこそこあるんでね縄なんて一瞬はい縄なんてねもう回してピョイしょあれ結構僕いける気がするわ自信ある 罠毛とか僕結構得意な方なのね罠毛だからいけると思うな罠あったら罠僕罠って言ってるお前ら全然捕まえちゃうから罠で持ってきた罠罠 <laughs> やばいなわなこれ罠なわなわでツナで <laughs> ね、なんかロープではいロープで持ってきてくれたらいつでも全員捕まえてやるのでピュって <laughs> やるので今週も始めていくぜ。あのな、オールナイトニッポンゼロ」。

さてこの番組はライブ配信アプリのハクナでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像と共に同時生配信でお届けしています h a c のアプリをダウンロードしてオールナイトニッポン z e r o のアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができますオールナイトニッポン z e r o ぜひハクナでもお楽しみくださいさあここで1曲新作まってちゃんで BabyRainyDaily あの兄。初めてネギを見たおじさんあのちゃん「おや君その袋から飛び出しているのはなんだね?」「おや驚かせてしまったようだね?」「ちょっと失礼するよ」「君、これはなんだね?」ははそんなに怒らなくても。 ちょっと袋から出たこれをちょろちょろってしただけじゃないかほら落ち着きたまえほらチョコレートをあげようねきみのの君、明日は雨が降るそうだよ気をつけなさい。